ブラジル軍は、ブラジル連邦共和国の軍隊である。F2 テロイクチクカンサンパウロアストロズマイナス2、タレンソロケットシステムブラジルの軍隊は、国防省の元の3軍からなる。陸軍は、陸上での国土防衛を任務とし、兵力約19万人である。海軍は、海軍作戦本部の指揮の下、領海を警備する任務を負っている。ブラジル軍で最も古い歴史を持つ、ラテンアメリカで唯一、 正規空母は保有していた軍であったが、27,307トンの航空母艦サンパウロは老朽化と旧式化が進み、回収のコストも膨大となったため、同艦は2017年2月に運用を終了した。しかし、アメリカ製及びイギリス製のフリゲート数隻、国産コルベット弱艦、沿岸作戦用のディーゼル発電式潜水艦、 その他多数の河川用艦艇と沿岸警備船を保有し、海兵隊と海軍航空隊も組織されているなど、依然としてラテンアメリカ最大の海軍戦力を誇る。空軍は陸海軍航空隊の一部を統合して設立された。約6万6千人の隊員と700機の各種航空機からなる。ブラジルの男性は18歳の誕生日以後に12、 か月間の兵役を義務付けられている。しかしながら、全員が兵役につくわけではなく、定職についていることや大学への進学、健康上の理由などの正当な理由があれば、免除を受けることができる。ザワールドファクトブックによれば、このほか志願兵も存在し、年齢制限は17歳から45歳である。女性は1980年代初頭に陸軍が入隊用人、 採用を開始した。2006年には女性空軍パイロットの1期生が卒業した。応給と軍人年金の支払いだけで、各軍の予算は圧迫されており、装備の維持と更新に必要とされる予算は不足している。陸軍の全保有車両の78%は運用開始から34年以上が経過しており、一部のトラックは第二次世界大戦中に使用されたものもあるとされる。 エンツ・マーティンス・スペリー将軍は、下方の大半も、第二次世界大戦時のものだとしている。1437両の装甲戦闘車両のうち42%から70%は、使用不能で、6676両の車両のうち40%は、使用不能である。弾薬は必要量のわずか15%しかない。海軍も、同様に困難に直面している。 海軍は7000キロを超す海岸線を警備するために21隻の水上艦艇しか保有しておらず、しかも稼働状態なのは10隻程度のみで、そのうちの多くは制限付きで運用されている。5隻ある潜水艦のうち完全な稼働状態は1隻のみで、他に2隻が制限付きで運用されている。海軍航空隊の58機のヘリコプターのうち27機も、 作戦不能状態にある空軍保有の航空機の内満足に使用できるのは267機のみで残る452機は予備部品不足と整備不良で飛行不能とされるこの問題を悪化させている要因として保有航空機の60%が運用20年経過もしくはそれ以上の老朽機であるためとされる2009年の予算は297億ドルである http://navyreckingnition.com インデックス php ニュースディフェンスニュース2017フェブラリーマイナス -2017 ネイビーネイバルフォーセスディフェンスインダストリーテクノロジーマリタイムセキュリティグローバルニュース4895ブラジルギブスアップモダニゼーションプランズフォーエアクラフトキャリアサオパウロプリペアーズ コーリーカミーシャニング HTML ありがとうございます。